Danganronpa. それは…違うの？ちょっと…ねえ…それは…なぜ？そうね。違うわ。ねえ。それは…
それは demo。そうね。確かに。まあいいだろう。当然だ。なんだ。じゃあ
わね。何だ、何、深川さん戻っ、あいつの話しないでよ。ダメ。もしかすると。俺じゃねえって。なんだ、
なんだ。まあいいだろう。なるほど。なるほどな。あり得るな。なんだ。つまり、なるほどな。ねえ。
なるほどね。とにかく別にいいじゃない。じゃあつまり、それは。ねえ。そう。なるほどね。ねえ。そうね。どうやら。ねえ。
つまりねえ、そうよ、そう。なぜ？そうね。ねえ、ねえ、そう、それはだけど。おっと、寝てた寝てた。お前らの捜査やっちゃうよ。よし、じゃあ学級裁判を始め、学校エリア行く。プープー。
じゃねえって。きねえぞ。何なのよ。何なの。What?
正しい黒を指摘できれば 黒以外の全員がおし、さてと何から始め、犯人はもう決まってるよ。はなんかさくらちゃんを殺した、さくらちゃんのことを憎んでた戸上か深川か葉隠れ、あんたたちの誰バカ、私はそうだべ、言い訳したってダメだよ。なぜ俺たちが犯人だと思うんだ。動機があるからだよ。あんたたちはさくらちゃんを憎んでたじゃん。それだけか話に。それだけの理由で人を疑うなんて最低よ。人として最低だわ。あんたたちの誰かがさくらちゃんを殺したんだよ。
なぜ俺たちが犯人。動機があるあんたたちは。それだけか。それだけの理由で人を疑うの。しまった。あんたたちのだ、さくらちゃんを。なぜ俺たちが。動機があるあんたたちは。それだけか。それだけの。最低よ。人として最低だわ。あんたたちの誰かが。を殺したんだよ。なぜ俺たちが。動機があるから。あんたたちは。さくらちゃんを憎んでたじゃん。もっと。あんたたちの誰かが。さくらちゃんを殺したんだよ。なぜ俺たちが犯人。動機があるからね。あんたたちはさくらちゃんを憎んでたじゃん。それだけか。それだけの理由でした。最低よ。人として最低だわ。さくらちゃんを。なぜ俺たち。動機があるあんたたちはさくらちゃん。それだけか。話にならんな。それだけの理由で人を疑うの。しまった。あんたたちの誰かがさくらちゃんを殺したんだよ。なぜ俺たちが。動機があるあんたたちはさくらちゃんを憎んでたじゃん。しまった。あんたたちの誰。なぜ俺たち。動機があるあんたたちは。それだけか。それだけの理由で人を疑うな。しまった。僕たちはここで諦めたりしないぞ。あんたたちの誰かがさくらちゃんを殺したんだよ。なぜ俺たちが犯人だと思うんだ。動機があるからだよ。あんたたちはさくらちゃんを憎んでたじゃん。それだけか。話にならんな。それだけの理由で人を疑うなんて。最低よ。人として最低だわ。あんたたちのだ、さくらちゃんを殺。なぜ俺たちが犯人だと。動機があるからだよ。あんたたちはさくらちゃんを憎んでたじゃん。それだけか。それだけの理由で人を疑うなんて。の誰かがさくらちゃんを殺したんだよ。なぜ俺たちが犯人だと思う。動機があるから。あんたたちはさくらちゃんを憎んでたじゃん。しまった。あんたたちの誰かがさくらちゃんを殺。
なぜ俺たちが動機がある。あんたたちはそれだけか。それだけの理由で疑うなんて。それは違う。朝比奈さんが疑ってるのって、その3人が大神さんに呼び出されてたからだよね。そうだよ。しかも事件の直前だから間違いないよ。そいつらの中さくらちゃんも呼び出されてたなんて、どう考えても怪しいよ。絶対あんたたちの中に犯人がいるんだよ。呼び出されたことは確かだな。俺は会いに行ってないぞ。私も行ってないわ。俺も会いには行ってないべ。誰も会いに行ってないわけないじゃん。誰かが嘘ついてんだよ。さくらちゃんの呼び出どう考えても絶対あんたたちの呼び出されたか。俺は会いに私も行って俺も会いには行ってない。誰も会いに行ってないわけ。誰かが嘘ついてんだよ。さくらちゃんの呼びどう考えても絶対あんたたちの呼び出されたか。俺は会いに私も行ってないわ。俺も会いには行ってない。しまった。さくらちゃんを呼び出されてたなんて、どう考えても怪しい。絶対あんたたちの中に呼び出されたことは俺は会いに行ってないぞ。私も俺も会いには行ってない。それは違う。葉隠君は僕と話してる最中、小さな髪を赤い水玉模様の髪だよ。なんで急にそんなこと。赤い水玉も私がさくらちゃんにあげた飴の包装紙と。いや、あの飴は倉庫に入れるようになった直後、私がそれと同じものはもう倉庫にも残ってない。だとしたら葉隠君はその飴さくらちゃんからだ。だけどもらったのはずいぶん前なんだ。だからいつもらったの。葉隠君が大神さんと最後に会ったのって、つまりあの、これだ。葉隠君、朝比奈さんが大神さんに飴をあげたのは、保健室で会ったのが最後なら、葉隠君がその飴も、それは、あったさ。娯楽室で大が逆ギレだけど、あっただけだべ。俺は何にもしてん。怪しいわね、あなた。怪しいのはおめえの方だべ。また逆ギレ。ただの逆ギレじゃねえぞ。犯人は深っ、はあ、シャイニングメッセージだべ。現場に深わって血文字があったろ。そうだ、ダイイングメッセージだべ。あ、それって私も見そうだろ、そうだろ。何言ってんだよ、そんな。往生際が悪いぞ。葉隠君、あなたがそのダイイング確かそうだったのね。あなたは朝比奈さんから現場の捜査を禁止されて、つまりダイイングメッセージを見そして、キリギリさんが見つけた時。そう、私があの雑誌を雑誌棚から現場での捜査が始まった後でね。だとするとさっきの何がおかしいんだべ。何もおかしくねえっての。俺がダイイングメッセージを見つけたのは、オーガの死体を発見した時だべ。私がダイイングメッセージを見つけたのは、捜査が始まった後だったわ。
雑誌棚の中から雑誌を取り出して、そこでダイイングメッセージに気づいたの。これがどうしたの？なんもおかしくねえって。俺がダイイングメッセージを見つけたら、オーガの死体を発見した時だべ。私がダイイングメッセージを見つけたのは、捜査が始まった後だ。雑誌棚の中から雑誌を取り出した。そこでダイイングメッセージに気づく。これがなんもおかしくねえって。俺がダイイングメッセージを見つけたのは、オーガの死体を発見した時だべ。私がダイイングメッセージを見つけたのは、捜査が始まった後だ。雑誌棚の中から雑誌を取り出した。そこでダイイングメッセージに。それがなんもおかしくねえって。俺がダイイングメッセージを見つけたのは、オーガの死体を発見した時だべ。しまった。俺がダイイングメッセージ、オーガの死体を発見した時だべ。私がダイイングメッセージを見つけたのは、捜査が始まった後だ。雑誌棚の中から雑誌を取り出して、そこでダイイングメッセージに。俺がなんもおかしくねえって。俺がダイイングメッセージを、オーガの死体を発見した時だべ。私がダイイングメッセージ、捜査が始まった後だ。雑誌棚の中から雑誌、そこでダイイングメッセージ。俺がなんもおかしくねえって。俺がダイイングメッセージを見つけたのは、オーガの死体を発見した時だべ。それは違う。大神さんの死体が発見された時、あの雑誌はキリギリさんがそれを取り出したのは、捜査が始まった後の、つまり捜査の時に現場に。はがくれ君、本当のこと教えてよ。待て、話をすり替えんなって。俺がいつ見たかは問題。オーガが残したバイキングソーセージによると、犯人はフカワッチで間違いねえはずだべ。なんかどっちから突っ込むべきか分かって。それがあいつのって。そもそもあのダイイングメッセージって。はい、そんなん決まってんべ。 100% 絶対的にオーガが書いたんだ。このさんがあのダイイングメッセージを書いたとは考えられ。だって
あのダイイングメッセージって指で書かれたみたいだったけど、でも彼女の死体は。あんねー。じゃあそのひょっとしてだからこそ彼はダイイングに。はい、そうなんです。あ、認めた。やっぱりそうだったのね。でもどうしてね。それ俺がオーガを殺しちまったからだ。聞いてくれるか。俺、オーガからの呼び出しのメモを受け取った俺は約束通りいる前に娯楽室に向かったんだ。のこのこ会いに行ったのか。バッ、そん時のことだべ。だけどそれを最後にオーガは口を開かなくなった。そん時だった。急にそれを聞いた瞬間、なんかひらめいちまったんだ。オーガは俺を殺す気だって。俺を殺してここから出ていく気。ほらビビっちまって、月を見て近くの棚にあったモノクマボトルでオーガに殴りかかっちまったんだ。オーガの背後から不意の一撃を食らわし、そうしたらオーガはぐったりしてそのまま動く。俺はそこで我に返って、このままじゃ処刑されちまうと思ってテーブルの上にあった雑誌に不可はって血文字を残して。迷惑よ、パンチに値するわ。これが今回の事件の全貌だべ。煮たり焼いたりなんかし、処刑だよ、さくらちゃん。じゃあもう投票でいいよね。いいえ、葉隠れ。え、終わってない。今の葉隠れくんの話だけでは、その説明を聞かない限りはまだ終われないわ。これだ。そういえばさっきの話にはハガ、死体が発見された時ダイイングメッセージが書かれた雑誌はどうしてわざわざ見つかりにくい雑誌棚に戻したの。それじゃ捏造の意味なんてないのに。いや、というか俺は隠してなんかねえぞ。ちゃんとテーブルの上に置いといたはずだけど。え、嘘よ。すでに犯行を自白しているのに今さら嘘じゃないってこと。だとすると葉隠れ以外の誰かがあっちまで事件前後に娯楽室を訪れた。おそらくその考えで間違った。それで誰。その人物があの雑誌を隠したの。それはあのダイイングメッセージを見られると困る人物だったはず。これだ。深尾さん。え、だってダイイングメッセージを見られて困る人って。そうなの。あんたも娯楽し…いえ、そうじゃなくて、そんなことはどうでもいいじゃない。さっき葉隠れだって。そうです、俺がやりました。いや違うよ。なんであんたが。葉隠れ君が大神さんをボトルで殴ったのは確かだよ。終わりじゃなかったって。つまり葉隠れ君は犯人。何言ってんのよ。だったらもう一度そうすればはっきりするはずよ。あのそれ今言った通りね。もう一度。なんか分からんけど。俺はやっちまったんだ。近くの棚にあったモノクマボトルでオーガの背後から不意の一撃を食らわしたんだ。不意の一撃ってことはあなたが殴打したのは1回なのね。うん、殴ったのは1回だぞ。それでボトルも割れちまったんだ。そんでオーガはぐったりと。ほら決まりじゃない。やっぱり犯人は葉隠れなのよ。俺は近くの棚にあったオーガの背後から不意の一撃。あなたが殴打したのは1回。うん、殴ったのは1回じゃん。それは違う。
葉隠れ君の殴打のせいで大神さんが死んだなら、彼女の頭の傷が太そう、彼女の頭部の死体を触るのが趣味の女が言うんだ。間違いないんだろう。でも俺が殴ったのは1回なの。実は殴打が2回あったってことよ。しかも物ちょっと待ちなさいよ。頭の傷だけでどうしてそこまでわかるの？殴打が2回もあったなんて。それも手がかりは頭の傷だけじゃない。現場に残されたあのモノクマボトルには、その不審な点をはっきりさせることで、思い出してみて、事件後の娯楽室も、それと床には1本分の破片とモノクマフィギュアが落ちていたのね。葉隠れ君が大神さんを殴打した時に割ったボトルだよね。つまりあの現場には4本のモノクマボトル、一方でもモノクマボトルは全部で6本のはず。どうしてモノクマボトルが全部で6本だって。うわ、簡単に、あのモノクマボトルに隠された規則性を見ろ。すぐに持ってるのは全部チェスの駒なんだ。キング、ループ、ビショップ、ポーン、確かに全てチェスの駒だな。すると我ライトの駒、それがどうして。あなたはチェスにはあまり詳しくないのね。チェスの駒の種類はキング、クイーン、ループ、ナイト、ビショップだけど、あの現場に残されていたのは床に落ちていたナイト。あ、クイーンのフィギュアが足りないんだ。そうなんだ。現場にあったモノクマボトルは5本、つまり。何よ、チェスがなんだって言うのよ。日本人なら将棋だべ。そうよ、じゃなくて私は。確かにボトルは足りなくなって、それが事件と関係している根拠なんて。事件前からすでに1本。いいえ、亡くなったモノクマ、なんでね。亡くなったモノクマボトルはどういう状態だ。それを、これだ。亡くなったモノクマボトルはどうして。だって証拠、現場で割られたボトルが一本だけじゃないってことを示す証拠。なんなの。散乱してたボトルの破片と、そしたら集めた破片の方が重くなったんだ。現場に散乱してた破片がボトル、つまりあの現場では2本のモノクマボトルが割られてたけど、そのうち1本分の破片とモノクマフィギュア、何者かに処分され、その際その人物は破片を多めに残して、まあきっちり測れというのも難しい話でしょう。でも破片を処分ってどうして。それが事件に関係するものだったからだよ。これだ。大神さんの2発目のオーダー、処分されたモノクマボトルが大神さんの頭部にあった2つの、それらを踏まえて考えてみれば、そして
犯人は1本分の破片だけを処分することで。だとすると2発目のオーダーを行った人物は。そうね。雑誌を隠した件もあるし、あなたが事件前後に娯楽室を訪れた可能性は高い。待ってよ、確かに2発目それをやったのが私って根拠はどこに。いや間違いない、おめえが。さっきまで自分が犯人だと言ってた。俺は自分の過ちを認めることを恐れないんだ。そういう、それにそう断言できる根拠も思い出したぞ。一応聞いておこう。あれは俺がオーガに呼び出された直後、いきなり呼び出されて不安だった俺は予定時間より早く娯楽室の前で張り込みをしていたんだ。ほんでしばらくしたところでガワッチが娯楽室に入っ、その直後今度はオーガが娯楽室に入っていった。だから部屋の中にはフカッチもいると思って俺は安心して娯楽室に入ったのに、ここにいたのはオーガだけだったんだ。なぜそんな大事なことを今になって言う。自分が殺人を犯してしまったというショックですっかり忘れていたべ。誰かあいつの頭のネジを探してやっ。おいフカッチ、あの時お前はど。あんたの見間違いよ。消えたんじゃなくて隠れていたのかもね。私が娯楽室に隠れてたなんて、妙な言いがかりばっかり。この
これで証明するよ。娯楽室のロッカーの内側に手形が残されてたのは知ってる。誰かがロッカーの中に隠れた時、お母さん、なんだよ。だったらこの手形とあなたの手を比べてみましょう。ふたは俺に手間を。はい、私の手形です。あっさり認めたべ。じゃあさくらちゃんを殺して。そんなわけないじゃない。正直に言え。私が殺しました。多分これまたあっさりだべ。だけど多分って何。深川さん、詳しい話を聞く。いいえ。私は大神に呼び出された後先回りして行かないと何されるかわからないし、かといって正面から行くのも怖いから先に忍び込んでよって思って。じゃあひょっとして見てたんか俺が。その後あんたが私の名前でダイイングメッセージを捏造。そりゃなんとも。だから私は葉隠れがいなくなった後その雑誌を雑誌棚に戻したのよ。その時雑誌を上下。仕方ないじゃない、急いでたんだから。間抜けすぎるな。そんなことよりさくらちゃんを殴ったのはどうして。雑誌を棚に戻した直後、それで血まみれの大神さくらが。その血を見たせいで私は雑誌棚の前で気絶。だからその後のことは覚えてないの。出てまいりました。やっぱおめえのせいだったか。私のせい、白夜様のせい、二つのせいがぶつかり合うことでそのせいはより高。聞かれたことだけ答えろ。大前提としまして、私とネクラは同じ記憶を共有して なので何を。とにかく私がすやすや寝てたらベレクがガシガシ、あれ王子様と思って目を開けたら、ヤハンドスプラッサー。私びっくり、びっくりしすぎて近くにあったボトルで引っ張られちゃった。だって怖かったんだもん。さくらちゃんは心配してくれてたんだよ。ひどいのはあいつだっつーの。おかげで燃える男子以外は初めて。その後あなたは証拠隠滅のためにモノクマボトルを。だって女なんかを殺したせいで死にたくないんちゃ。どうせ死ぬなら白夜様を殺して死にたいわ。どこかで一人で死ね。一切の意味もなくただ死ね。ついてなかったの、いろんな不運が重なったのよ。だっていつものオーガチンなら私のバトル攻撃ぐらい。さすがの彼女も葉隠れ君から受けた。いや、なんつってもよかったべ。オーガは俺が殺したわけじゃなかったんだな。とにかくこれで決定だね。じゃあさっさと。ほらどうしたのみんな、投票でしょ。いやまだだ。え、まだって何が。さっきの深川の話を聞いて妙だとは思わなかったのか。いや、妙。葉隠れの王だ、その後の深川の王だ。おい深川、もう一度さっきの話をしてやれ。そうすればいくら間抜けなこいつらでもさすがラジャよ。ダーリン、つやつや寝てただけ。そこを王たちに起こされたの。目が覚めたのは雑誌棚の前だったわ。血だらけの王がに驚いたおめえはモノクマボトルで王がを殴ったんだな。そう、王たちも王たち。お前が王がにを殴った場所はどこだ。私が目覚めた場所と一緒よ。雑誌棚の前でやっちゃいました。私はそこを王たちに怒って。目が覚めたのは雑誌棚の前だったわ。
血だらけのオーガモノクマボトルで。そう、お前がオーガニを殴った場所、私が目覚めた場所で一緒よ。雑誌棚の前でやっちゃいました。私はつやつや寝てただけ。そこをオーガ、目が覚めたのは血だらけのオーモノクマボトルで。そう、お前がオーガ、私が目覚めたらちょっと一緒。雑誌棚の前でやっちゃいました。それは違う。大神さんは椅子に座ったままの姿勢でし、雑誌棚の前でのオーダーが死因なら彼女が椅子でし。ようやく気づいたか。そんなの、その殺人鬼が嘘ついてる。本当は椅子に座ってるオーガを殴る。いや、雑誌棚の前でオーダーがあったことは確か。現場雑誌棚の前でのオーダーはあったはずだよ。棚の前に残されてた血痕が、そのじゃあオーガを殺した後、俺が殺したと見せかけるためにな。俺が殴った時オーガは椅子に座ってたからな。いやいや待ちなさいって。私はハサミ以上に重いものは持てないんだから。あんな巨大な筋肉運べるわけね。じゃあどうだ、これでも事件は終わったと言えるか。それにこの事件の最大の謎である密室トリック、あの謎が解けない以上、この事件、あんな密室トリックカーがさくらちゃんを殺した後またロック。なるほど、ジェノサイダーは密室が破られるまでずっと、そんで密室が破られたどさくさに紛れてロッカーの、いや、娯楽室のドアを破る前、あの時点ですでにロッカーは開いてたんだから、母さんもずっとあのロッカーに。私は知らんよ。そもそも密室トリックって何。おめえは犯人なんだろ。なんでってことは、私は犯人じゃなかったりして。嘘ではない、さっきから言ってる。だけどよ、ジェノサイダーが犯人じゃねえとなると。それがどうした。だって別の死因なんて。お前らがその可能性、オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないとすると、じゃあオーガはどうして死んだんだ。別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。結局私のせいにされてる。オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないとすると、じゃあオーガはどうして死んだんだ。別の死、さくらちゃんの頭部の傷以外には考えられないよ。結局私のせいにされてる。
オーガのジェノサイダーのオーガじゃないとすると、しまった。オーガのジェノサイダーのオーガじゃないとすると、じゃあオーガは別のし、さくらちゃんのフォームの傷以外には考えられないよ。結局私のせいにされてる。オーガのシジェノサイダーの、じゃあオーガは別のシ、さくらちゃんの頭部の傷以外には考えられないよ。あと、僕たちはここで諦めたりしないぞ。オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないとすると、じゃあオーガはどうして死んだんだ。別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。結局私のせいにされてる。オーガの死、ジェノサイダーの、じゃあオーガは別の死、さくらちゃんの頭部の傷以外には考えられないよ。オーガの死因がジェノサイダーのオーダじゃないと、じゃあオーガは別の死、さくらちゃんの死、頭部の傷以外には考え、それは違う。モノクマファイルによると、その吐血が大神さんの死に関係してるとは。実際大神さんの死体にはその痕跡も残ってたしさ。頭を殴られた時に口の中を切っただけかもしれないじゃん。口の中を切っただけならモノクマファイルに吐血、それに彼女の口の中にはきっと。そこまで調べたの？本当に死体大好きっ子ね。死体に興味があるわけじゃないの。なぜだけどよ、口の中を切ったわけじゃねえなら、その吐血の原因って体内で起きた異変が原因ということだ。大神さくらは毒を盛られて殺され。毒を？そうだ。この俺がたどり着いた結論である以上、そこに。しびれる。ありえないよ。信じられないか？だったら説明してやろう。説明なんて。無論だ。静かに白夜様の話を成長しなさい。おめえが一番うるせえ。謎を解く鍵は4階の科学室にある。え、娯楽室じゃなくて？だったら俺も調べられたじゃ。現場の立ち入りを禁じられた程度で捜査を諦めた。あの科学室には大きな薬品棚があり、そこで本当それって毒薬か？そこまで強い毒ではないが、それなりに飲めばそれなりに死ぬ。だが
この毒の性質などはどうでもいいんだ。どこに置いてあったの？科学室の棚は A の棚には栄養剤、 B の棚には。じゃあその毒薬も C。 さあどうだろう。じゃあその毒薬って A の棚？でも A の棚って栄養剤妙だろう。なぜ栄養剤が置かれている A の棚に毒薬の瓶？なんでだべ。これが犯人が行った入れ替えの服。どこういう意確かに吐き出したくなるような味だな。これのどこが高級品だ。もちろんプロテインの話だ。プロテイン？ヨガミさん、うん、構わないぞ。これプロテイン？そうだ、その瓶に入っていたのは毒薬だとすると、逆に本来この瓶の中に入っていたはずの毒薬。毒薬の瓶にプロテインの粉末が入れられてたのだ。その逆。そうだ、毒薬とプロテインは、プロテインの中身は毒薬の瓶の中に。そしてそう考えれば、犯人が大神に毒薬。マジでか。犯人は大神に現場にあったあるものを渡すことで。大神さんに渡したのって、しかも毒薬の入ったプロテイン。え、犯人はそれを渡すことで大神に毒薬を飲ませたんだ。そういや、オーガは前から言ってたべ、プロテインだから。オーガは頭に傷を負った時、その治療の、そこで差し出されたのが毒薬。そしてその入れ替えを、マジか、薬の入れ替えを行った人物を示す証拠は。の棚の前に残す入れ替えをした人物を示す。今朝俺が科学室を訪れた時は、あそこに足跡、つまりあの足跡がつけられたのは事件前後のことだ。しかも足跡が残されていたのは A の棚の前だった。おそらく A の棚で毒薬とプロテインを入れ替える際、犯人、そしてあれだけはっきりと足跡が残っていれば、誰のものか割り出すの。今すぐ俺たち全員の靴を調べるぞ。私だよ、私だよ、その足跡。だってどうせバレ、自分の口から言った方がマシ。じゃあオーガを、うん、私がさくらちゃんを殺したんだよ。やはり俺、あの足跡はどう見てもスニーカーのものだった。
そして俺たちの中で巣に俺だ。奥と朝比奈さん負け。あの足跡が苗木のものではないなら朝日奈っちだ。ついでに言えば学級裁判に入ってやけに投票を急いでいたよな。それは自分の罪を他人に押し付けるためだ。そんな、何が信じられないと言うんだ。だって親友同士だからこそチャンスだったんだ。親友である朝日奈から渡されたプロテインなら大神は怪しむことなく口。親友朝比奈はその感想をすることで被害者である大神を騙し、朝比奈よ、お前にしてはなかった。朝比奈さん、本当に大神さんに殺したのか。娯楽室で頭を怪我してるさくらちゃんから頼まれたんだ。プロテインを持ってきてほしいだけど、科学室にプロテインを取りに行った時、今なら殺せる。それで薬の入れ替えを行う。そうしたらさくらちゃん、それで待って。そんなの、まさかお前まで親友を殺すはずがないとでも。まだわからないのか。このゲームはそんなに甘くないんだ。友情なんて甘い考えは通用しない。他人を出し抜き蹴落としてこそなんだ。他人のために自分を犠牲にする人間など存在しない。誰もが最終的に、その女がだとして納得できない。いつまで言っている。勘違いしないで。センチメンタリズムなんかで言って、私はただ解けない謎に。それと密室、朝比奈さん、あなたが犯人なら説明して。そんなことどうだっていいじゃん。犯人だからって全部教えなくちゃいけない。そういうわけじゃないけど、でもまさかお前、朝比奈は犯人ではないというつもりだとしたら。ありえん。薬を入れ替えている以上、本当にそうな、信じたくないって気持ちを抜きにしても。何がだ。だってさ、あんなに目立つ足跡をそのまま残しておくなんて、なんていうか。そう、自分から怪しんでくれと言ってるみたい。それは緊張してたせいで足跡をつけてることに気づかなかった。そうだよ。そうなんだから。ねえ朝比奈さん、もう少し食う。あなたが毒薬とプロテインを入れ替えた。なんで。朝比奈さん、僕からわ勝手にしろ。朝比奈が犯人なのは明らかなんだ。他に怪しい人間もいない。朝比奈さん、始めていいわよ。私はまず最初に C の棚に。棚の前に粉末を撒き散らしたのは、その。そうだよ。棚から毒薬を取り。わかったわ。次に A の棚にプロテインを取りに行って、そこで薬の入れ替えをしたんだよ。その薬の入れ替えが、私は毒薬を入れたプロテインの容器を、その時プロテインを入れた毒薬の瓶をうっかり A の棚に戻し、そのせいで全部バレちゃって。ねえ朝比奈さん、君は最初に C の棚から毒薬を取り出し、つまり朝比奈さんは C の棚から A…、うん、朝比奈さん、今の。どうしたんだマコチ、やけに積極。何度聞いても同じだ。まったく、いつまで続けるぞ。私は最初に C の棚に行って、そこから毒薬を取り出したんだよ。その時棚の前に粉末を撒き散らしたのよ。棚から毒薬を取り出す時に瓶を落としちゃって。それでその後は、
C の棚から A の棚に移動して、そこで薬の入れ替えをしたんだよ。その入れ替えが終わった後は、プロテインを入れた毒薬の瓶を A の棚に戻して、私は毒薬を入れたプロテインの容器を持って化学室から出て行ったんだ。これで終わりだよ。もういいだろ、いつまで続ける気だ。私は最初そこから毒薬、その時棚の前、棚から毒薬を取り出す。それでその C の棚から A の棚、ここで薬の入れ替えを、その入れ替えが終わった後はプロテインを入れた毒薬の瓶を A の棚に戻して、私は毒薬を化学室から出、これで終わり。もういいだろ、いつまで続ける気だ。私は最初そこから毒薬、その時棚の前、棚から毒薬を取り出す。それでその C の棚から A の、そこで薬の入れ替えをした、その入れ替えが終わった後はプロテインを入れた毒薬の瓶を A の棚に戻して、しまった。そこから毒薬を取り出したんだ。その時棚の前、棚から毒薬を取り出す。それでその C の棚から A の棚に、それは違う。朝比奈さんは最初に C の棚に毒薬を、それが、その後は君はプロテインを取り出すために C の棚から A の棚、でも現場に残されていた足跡は C の棚から A の棚って、今の朝比奈さんの言葉とは、え、足跡を偽装するためにわざと、いやそれはないよ。だってあっ、おい、どういうことだ。朝比奈さん、だってこの足跡を見る限りだ、粉末が撒き散らされた後に化学室にやってきて、つまりあなたは C の棚には行かず A のだ。どういうことだ。それに朝比奈さんの証言でおかしいのは、なんだと。それを説明する前にまず新しい証拠だと。あら、その証拠をくれたのはあなたじゃない。さっき戸上君から受け取った毒薬の瓶の中にこんな大事なものに気づかないなんて致命的な見落としをしたわ。行ってみろ、そこに。私が見つけたの、瓶の底の方に紛れ込む。戸上君が粉末を飲んでくれたおかげで隠れていた破片が出てきたみたい。おかげで謎が解けた。感謝。なんだその歯。そう、戸上大事君、あな、僕、ナエギ、言ってみろ、その破片がな、これだ。それって窓ガラス、僕が割った娯楽室の窓ガラスも薄水色だったし、だから間違いないと思う。そうね、間違いないわね。どうして娯楽室の窓ガラスの破片なんかが。それの何がおかしいの。おかしいよ、だって
毒薬の瓶は化学室の A の棚に。それなのにあの毒薬の瓶の中に。朝日ナッチの証言は本当は毒薬の少なくとも娯楽室の窓ガラスが割れるまで、つまりそうでないとあの瓶の中に窓ガラスの破片。そしてそれは密室が破られた後で、逆に現場に落ちていたプロテインの容器、あれがごっそら密室が破られた後に。待て、話が飛躍しすぎだ。確かに毒薬の瓶は密室時の娯楽室にあったのかもしれない。だがプロテインの容器が持ち込まれたのが密室、それに大神が毒を飲んだのは毒が入ったプロテインの容器を渡す。プロテインの容器が現場になかったとすると大神はどう。そうね、そのだけどその前にみんなに一つ確認。確認して。そのプロテインの容器に関しても大神さんの死体を発見した後、誰かあれを蹴飛ばしたりしなかった。何の話だ、誘導尋問か。いいから答えて。身に覚えがないな。どこも乗って。オナチック、あった。やっぱりあのプロテインの容器が持ち込まれたの。いい加減にしろ。なぜ言い切れる。俺にわからんことを。間違いない。あのプロテインの容器、密室が破られるまでは娯楽室にはなかったのよ。じゃああの容器は密室が破られた後に持ち込まれたんか。いや、そんなはずはない。あれはずっと娯楽室にあった。もちろん密室が破られる前からな。間違いない。あのプロテインの容器、密室が破られ娯楽室には。じゃああの密室が破られ。いや、そんなはずは。もちろん密室が破られる前からな。間違いない。あのプロテインの容器、密室が破られるまでは娯楽室にはなかったの。じゃああの容器は密室が破られた後に持ち込む。いや、そんなはずはない。あれはずっと娯楽。もちろん密室が破られる前からな。間違いない。あのプロテイン、密室が破られるまで娯楽室にはなく。じゃああの密室が破られた。いや、そんなはずは。ずっと娯楽室。もちろん密室が破られる前からな。間違いない。あのプロテイン、密室が破られるまで娯楽室には。じゃああの密室が破られた。いや、そんなはずは。ずっと娯楽室。もちろん密室が破られる前からな。しまった。間違いない。あのプロテイン、密室が破娯楽室に。じゃあ諦めたりしないぞ。
あのプロテインの容器、密室が破られるまで娯楽室にはなかったのだ。じゃああの容器は密室が破られた後に持ち込まれたんか。いや、そんなはずはない。あれはずっと娯楽室にあったはずだ。もちろん密室が破られる前からな。しまった。間違いない、あのプロテインの容器、密室が破…娯楽室に…じゃああの…密室が破られ…いや、そんな…あれはずっと娯楽室…もちろん密室が破られる前からな。間違いない。あのプロテイン、密室が破…娯楽室に…じゃあ、あの…密室が破られた…いや、そんな…もちろん、密室が破られる前からな。しまった。間違いない。あのプロテイン、密室が破…娯楽室には…じゃあ、あの…密室が破られた…いや、そんな…ずっと娯楽…もちろん、密室が破られる前からな。間違いない。あのプロテイン、密室が破…娯楽室には…じゃあ、あの…密室が破られた…いや、そんな…僕たちは…ここで諦めたりしないぞ。間違いない。あのプロテインに密室が破…娯楽室には…じゃああの…密室が破られた…いや、そんなあったな…もちろん密室が破られる前からな。しまった。間違いない。あのプロテインの容器は密室が破られるまでは…間違いない。あのプロテイン、密室が破…娯楽室には…じゃあ、あの…密室が破られた…いや、そんな…あれは…もちろん…密室が破られる前か…それは違うよ。現場に落ちてた容器の周りに…ガラスの…お前が割った窓ガラスの破片だったな。あの破片が散らばってたのは…プロテインの容器…あの破片は…容器の…ガラスの破片が容器の下にある。プロテインの容器が置かれたのは、つまり密室が破られた。そうか、さっきキリギリがあの容器を蹴飛ばした者がいないかと聞いていたの。破片の上にあったのは誰かが容器を蹴飛ばしただけかもしれない。そっか、その可能性を前もって…おかげではっきりしたでしょう。密室時の娯楽室にあったのは毒薬の瓶だ。だけどそれらは密室が破られた後に入れ替えられ、その結果プロテインの容器が娯楽室に置かれ、毒薬の瓶は化学室に置かれることだ。だとすると大神が毒を口にしたのは毒の入ったプロテインの容器を受け取ったからこそ。いや、大神さんは毒薬の瓶から密室時の現場にあったのは毒薬の瓶だけとの。そんな馬鹿げた。会ってみろ。話してみろ。いや、まず最初にはっきりさせておかなければなる。密室時の娯楽室にあった毒薬の瓶、それを朝日ナッチが持ち出して、苗木君はどう思う？何言って。いいえ、大神さんが科学室にいているのは確かよ。嘘だよ。なんでそんな嘘
そんなの嘘だろ。さんの足の甲に黄色足この黄色い粉末だよ。確か化学黄色い粉末だったよね。つまり大神さんの足の甲に付着してたのはあの化学。でもどうして化学室の粉末、しかも足の甲って、あの粉末が撒き散らされた時、大神さん、つまり大神さんこそが、大神さんがあの瓶を落とした時、彼女は粉末が撒かれた方向の、だから直撃は避けられたけど、その際に舞った粉末が、そう考えられるはずだよね。じゃあなぜ大神さんは毒薬を取り出す以外は考えられないか。だって僕の答えだ。大神さんを殺したのは大神さん自身だったんだよ。大神自身が、つまり実際信じらんない。 I can fly する以上、確かに信じられない。でもそう考えると全ての辻褄が合う。大神さん自身が毒薬を取りに行き、そしてその瓶から毒薬を口にしたのは。 Hey, sorry, this is the first stream. I don't speak Russian. うん、自らの命を絶つためだったから。そして解けない密室の謎。この密室は部屋の中にいた。きっと彼女は邪魔が入るのを防ぐために、大神さんはその密室に持ち込んだ毒薬、そしてその毒薬の瓶は
密室が破られる。密室が破られた。あるジップ、朝日奈さん、あなたに全ては捜査の撹乱のため。大神さんの死体を見つけた時、その理由は、その入り口付近に毒薬の瓶を、朝日奈さんが毒薬の瓶を拾ったのは、死体を発見して驚いている僕と、死体の反応を確かめていた。それに今思えば、その後の朝日奈さんの行動も何かおかしかった。あなたはみんなを呼びに、本当は容器の入れ替えを行うために科学室に行くのが目的だったんじゃない。そして科学室に行ったあなたはすぐにプロット、そこで娯楽室から持ち出した空の毒薬の瓶、空のプロテインの容器だけを持って科学室を後にした。そう考えれば、あの足跡の辻褄も、あ、その後急いでみんなを集め、そして娯楽室に、みんなの視線が大神さんの死体に向けられている隙に、プロテインの容器を、あの時気づくべきだったのかも。本来の朝日奈さんなら、誰よりも真っ先に大神さんの死体に駆け寄るはず。本来の朝日奈さんなら、大神さんは自殺だ。朝日奈さんはその事実を隠すため、死の真相が隠せるなら自分が疑われても構わない。あなたはそう思っていたはずよ。だからこそ、あれらの証拠をあえて現場に残したの。粉末に残った足跡が入れ替えた後の毒、朝日奈は自分が犯人と見せかけるために、違う、私が殺したんだ。朝日奈さん、もういいんだ。違う、持ってなんかない。終わったんだよ。いや、もう終わらせなきゃダメなんだよ。の全貌だよ。今回の事件は、大神さんがある呼び出されたのは葉隠れ君。呼び出された3人のうち、福川さんは一足先に娯楽室、全貌だよ。
呼び出された3人のうち深川さんは。今回の事件は呼び出されたのは科学呼び出された3人のうち深川さんは一足先事件の全貌だよ。呼び出された3人のうち深川さんは人娯楽室のロッカー深川さんはその中に隠れたんだよ。そして大神さんが娯楽室に入ると次に娯楽室にやってきた。そこで大神さんに殺されると勘違いした葉隠君は思わず娯楽室にあった大神さんを殺してしまったと思い込んだ葉隠。テーブルの上にあった雑誌に大神さんある人物の名前深川つまり深川さんの名前だけど当の深川さんはその様子を見てたんだよ。深川さんはすぐにロッカーから飛び出しだけど彼女はそこでミスを犯す。彼女は雑誌を棚に戻すその直後目を覚ました大神さん。大神さんの出血を見たせいで気絶してしまった。それによって彼女はジェノサイダーショーへ。そこで目を覚ました彼女も血まみれの大神さんを見て振り乱してしまう。そして葉隠君と同じように
手にしてこれが大神さんの頭部に2つの傷が大神さんを殺したと思い込んだ彼女はすぐに証拠隠滅に取り掛かった。自分が割ってしまったモノクマボトルの破片とクイーンのモノクマフィ、こうして大神さんは同じ凶器で2回も、でもその2回のオーダーの後じゃ大神さんの本当の死因は何だったのか。大神さん自身が科学室から持ってきた。彼女は娯楽室を密室にし誰も入れない状態そしてその死体を僕らが死体を発見した僕らはドアの、でもその時すでに大神さんが自殺したことを知っていた人物、犯人は君なんだ。その人物は娯楽室、そして僕らが見ていない隙にプロテインの容器を代わりに置いたんだ。そうすることで僕らの疑いを自分で、今回の学級裁判も、そしてそんこれが今回の事件の真実だよ。大神さんは、朝比奈さんはその事実を隠すために、そんな、だがない、どうしてお前、俺がたどり着けなかった、真実、まだわからないのに。人間は計算や損得だけで動くわけじゃない。あなたはそれを理解していなかった。だから真実にたどり、ね、言ったで、人の感情というものを、こらこら、これでオチがつきました。お前だったら忘れてない？ああ本当に忘れ、テンション下がるな。でもさ、こういうのってお決まりだった。面倒かもしれません。投票の結果、その答えは正解、どうなんでしょう。なんだと？おい、どういうことだ？ひでえぞ。何？死ねばいいんだよ。
朝日奈よ、あいつらは
それで？しょうがないな。ねえねえ、待てよ。ひょぼーん。いい加減にして。の通り、我は黒幕の内通者だった。黒幕は我が一族の道場を人質に取ることで、我の代で滅ぼすわけにはいかぬ。だからそう思っていた。そして黒幕が我に命、だがそこで朝日奈と生活、我の決意は揺れ、我を親友と言ってくれる人物を裏切れない。我は決め、もう引かぬ、もう媚びぬ。我は決し、お前と。皆が我を恨むのも、それがお主たちを恨む。事態は我の力だけでは収まらなくなっていた。そしてそれこそ黒幕が我の裏切りを公表した本当の、それも全ては我、ただし我自身、お主たちにはその価値がある。お主たちがどう思おうと、我の大事な仲間に他ならないのだからな。え？そんな。そう。でも朝日奈よ、我らは憎しみ合う敵同士などではなく、朝日奈よ、必ず。しょうがないな。
プ残念。プは？はにゃ。そうだな。どうしたの？
やはりね。実は どういうことだ。朝日奈よ、残念。ぷぷぷ、お前ら。あなたは。ねえ。おう。ゲイだよ。なんだ。ありえん。ええ。黙れ。
早々、ただいまより、夜間もなく、食堂は、ではでは、いいよ。そうよ、だからそうよ。そっか、そうね。ねえ、そう、苗木くん、それは。じゃあね。Dla mnie jedyny i prawilny Wiedźmin to serial polski zrobiony, wcześniejszy, ten stary, oraz gra. Nie uznaję książek i nie uznaję tego nowego Wiedźmina.